若い力は国民家の一種である。1947年に石川県金沢市を中心として開催された第2回国民体育大会の際に大会歌として制作された。作曲は高田新一、作詞は佐伯隆を石川国体の開催に際しては同時に国民体育大会のマークが制定されている。 国民体育大会での入場や大会期の形容、運動会で入場更新曲として使われることもある。また、全国の学校で運動会の BGM に使用されることも多い。通常は楽曲として歌唱、または演奏されるが、石川県金沢市ではこの曲に合わせた集団演技が存在し、70年以上にわたり、スポーツ文化の伝統として受け継がれている。 金沢市内の多くの小学校で若い力のの曲に合わせて踊る集団演技が現在でも行われており、金沢市営陸上競技場で市内の小学6年生すべてが一堂に会して行われる金沢市立小学校連合体育大会の午後のプログラムともなっている。金沢市の若い力プロジェクトではローカルアイドル、北陸アイドル部が 若い力の曲に合わせて踊る動画が制作され、金沢市スポーツ事業団の YouTube 公式チャンネルで公開されている。いずれも作曲は高田市道、作詞は佐伯隆雄。ありがとうございます。